リバーシブルは、愛知県三河地方、岡崎市を対象地域とする月間のタウン情報誌。正式な氏名は、一番ディープな岡崎本リーバ。略称リバ。1980年3月20日に創刊された。創刊号は、A5 班、発行部数5000部、一冊250円だった。発行元は株式会社ペーパードール。岡崎市名大寺町の喫茶店。 ペーパードールの経営者が独自に発行していた新聞を原点とする。鈴木はその後東岡崎駅の駅前会の広報新聞、駅前の制作に参加。同新聞をもとに1年半の準備期間を経てリバーシブルは発行された。名前は岡崎市の中心を川が流れていることから取られた。ロゴのリバーシブルは後島の R が左右反転している。 創刊から今日に至るまでハンプルートは開演制をとっている。地域の情報発信と交流を目的とした雑誌であるが当初から各界著名人に対するインタビューを積極的に行った。ジョージ川口、秋吉敏子、石森翔太郎、黒柳哲子、西田敏幸、渡辺貞夫、岡村隆子、富田伊アミン、中島悟などがその例。初期の頃は、ポパイ、 ビックリハウス、週刊少年マガジン、シャラク、ライフなどの雑誌のパロディのページがあった。創刊から25年目を迎えた2005年、長らく続いた有料販売というスタイルを改め、10月後から無料誌となった。A5 班から A4 班となり、誌名も一番ディープな岡崎本リ i バに変わった。2012年11月号にて、まだデビュー前だった岡左衛門を、 いち早く特集した。公式キャラクターとして、岡崎城とジャズと八丁味噌を掛け合わせた味噌崎城が存在する。総監者の鈴木正美の経歴は以下の通り。1948年、岡崎市生まれ、愛知県立岡崎高等学校卒業後、多摩美術大学に進学。1971年に大学を中退し、明大寺町に喫茶店。 ペーパードールを開業した。そして前述の通り1980年3月にリバーシブルを創刊した。1990年2月18日に行われた第39回衆議院議員総選挙に絡み、杉浦政権陣営が選挙違反を起こす。同年9月25日までに自民党、市議17人が辞職。これに伴って11月4日に行われた 補欠選挙に無所属で立候補し初当選した。1996年7月、岡崎市長選挙へ立候補するモラク同年10月の市議選で3期目の当選。鈴木は、初当選から保守系の多数会派に所属していたが、参戦後、中根薫と新進党系の会派、新進市民共同クラブを結成した。1999年6月25日、 市議会6月定例会の打ち上げを兼ねた自民党市議団約20人の懇親会が西の浦温泉の旅館で開かれた。次期議長人事や議長の公用車の使い方をめぐり会場で長田博士市議と渡辺五郎議長が口論となった。長田は渡辺にいきなりビールをかけ押し倒し右足で2、3回蹴った。渡辺は尾低骨を骨折した。 渡辺の公用車乱用問題と永田の暴行事件はマスコミで取り上げられ、鈴木は真相究明を求める先頭に立ち、9月定例会の一般質問でも公用車問題を追求した。ところが、会期中の9月29日、鈴木自身が前年6月に知人の女性2人に対し暴力を振るっていたことが明らかになった。美術家の女性を平手打ちすると、 言い合わせ多級二方町の主婦が美術家をかばい、実るほど頭を垂れる稲穂かな、と鈴木を悟した。この言葉にカットなり、鈴木は、主婦もさらに殴った。この事件の影響を受け、2000年と2004年の、市議選はどちらも落選。2004年12月をもって、リバーシブルの経営から退いた。ありがとうございます。